あなたの意思決定が世界を作る意思決定コンサルタントの下村拓司です。えー、三原から発信するグローバル産業1枠組み、えー。この動画では私が提言するグローバル産業の概略を説明します。えー、この情報発信の目的はすべての人が幸せであり続ける地球の体験。まあ、それを三原から やっていいきましょうというとものです本題に入る前に、まず前段からです。私がですね、グローバル企業ではなく、グローバル産業と名付けたのには理由があります。それはですね、次の2つが主体となる社会システムだからです。1つ目、研究開発型個人事業主。もう1つがですね、 地域住民が主体で地域資本を価値に転換する産業、これはです、ね、ある特定の株式会社がです、ねえー、ずっとある一つの事業に取り組むというモデルではなくです、ね、どちらかというと、まあ、地域の人たちがプロジェクト性により新たな価値を生み出し続けると。 もちろん、そのプロジェクトが終わればですね、そのプロジェクトは解散するんだけれども、そのプロジェクトで、えー、共同作業をやってきたあ、まあ、組織論的なですね、えー、科学知識技術はその地域にまあ蓄積され続けるというモデルになります。このモデルをですね、必要だというふうに私が判断したのはですね、えー 私が捉えているま世界の状況がありますすでに起こっている社会の変化を私は次のように捉えています AI の進歩による生産の自動化は日常生活に必要な製品やサービスの生産は自動化される社会になっていくでしょう そうなるとですね、資本家は人件費にお金を使わなくなってきます。この流れの先にあるのは、資本家がですね、人件費を削り、利益を上げるビジネスモデルですね。そうなると、今の生きるための労働が必要な経済システムでは、多くの人が貧困に、 落ちてしまあこれはですね、まあ、資本家が、まあ、貯めたですねお金を手放さない限りですね、まあ、絶対的多数になった貧困層による革命のリスクが、まあ、高まることを意味しているというふうに私は捉えていますまあこういうですね社会というのはあのまあ そこまで行ってしまうと、社会が混乱してしまうので、もちろん私はこういう社会にはしたくないというふうに考えています。まあ、三原から発信するグローバル産業はですね、このリスクを段階的に低減減らしていって、まあ、今、止める人も、今、貧しい人も、どちらもですね、幸せな日常を過ごすためのまあ一つのモデルです。でこれはですね今の えっと人類のマインドセットを段階的にです、ね、変えていくという行動も伴うそういうグローバル産業です、まあ、人類の課題を解決する人材を育成する持続可能な産業をグローバル産業というふうに私は名付けております、まあ、その三原モデルを確立して、えー、それを日本へ そしてアジア、さらに世界へ情報発信していきましょう。三原モデルの認知を広めることが、日本のアジアの世界の安全保障に結びつくというふうに私は期待をしております。私はグローバル産業への理解者を増やして、まあ、目の前の景色を変えていくというのが、 役割であるというふうに認識しております。前段はここまでです。それではですね、ここから三原発グローバル産業の枠組みを機能と構造に分けて説明します。機能はですね、ビジョン・ステートメントというものを使って説明し、構造は、まあ、その三原発グローバル産業の 概念ですね、さまざま中核的な概念の関連図としてお示しします。では、ここからは画面を共有させていただいて、スライドでご説明をさせていただきます。 ミラー発グローバル産業1枠組みです。ミハラ発グローバル産業ですね。まずそのビジョンステートメントをお示しします。ビジョンステートメントとはですね、3つの問いに答える形で作っております。1つ目、我々は何をしようとしているのか、なぜそれが必要なのか、成功の確認手段は、サクセスメジャー。 この3つです。それでは、この3つに従って、それぞれご説明をさせていただきます。相互に、我々は何をしようとしているのか、ですが、相互に支援し合う自立した人材を排出し続ける循環型地域産業を立ち上げて運営する。まず、相互に支援し合う自立した人材ですが、 人人はです、ね、一人では一で生きていけません自立ということをよく言われるんですけれどもそれは、えー、相互に依存しているということを前提として、えー、自立した人材というふうに、えー、考えていますですので、えー、っとそ,こその相互に依存しているというところをです、ねえー、片方から片方に何かを搾取するという関係性ではなくて え相互に支援ですから、お互いに、お互いがやりたいことを達成するために、協力をし合うということですね。で、例えば、日本社会だけでなく、ですね世界的に貧富の差の拡大というのは、社会を不安定にするという原因であるという認識は広まっていますので、例えば、貧富の差の拡大をコントロールするということは、 それが課題だというふうに思ってらっしゃる方の中でですね共通目的と考えられます。でその共通目的を、まあ、自分が専門としている領域の、まあ、経済活動を通じて、まあ、実現するということをもし合意でき,てできたとすればそれは相互に支援し合う、まあ、自立した人材お互いがですね。 ととといいいううこにになるというふうに私は考えていますで、えー、まあ2019年末からですね、世界に広がっている COVID-19 のパンデミック。で、2022年から始まった、まあ、ロシアのウクライナ侵攻ですね、まあ、どちらも世界的な課題ですので、その課題解決に向けて、えー まあお互いが持っているまあ専門的な知識を使ってまあ共同作業をやっていくということもまあ相互に支援し合う自立した人材ということになります。そういう人材をですね、排出するというのは、私は義務教育、要は教育機関ですね、義務教育を想定しております。あとはその義務教育の中で、やはりその まあ三原発なので三原が持っている社会,的共通社会的共通資本ですね社会的共通資本が何であるかということをまあ知るというところまでも含めております私がですね受けてきた義務教育において地域のですね社会的共通資本を知るという機会というのは あままりなかったように思いますで私以外の私側はですね広島大学属の三原小学校中学校で義務教育を受けたんですけれどもそこ以外の学校に通ってた人に聞いてもですねやはりそういうことに関してはあ、まあ、学んだ記憶がないというふうにおっしゃってますで、まあ、そこをですね、えー ミアラ発のグローバル産業を育成していくという観点から考えるならば、まあ、義務教育の段階で原油のですねミハラの社会的共通資本というものをまあ知るという機会を持つというのがあ必要だと考えています、まあ、そういうことを知り、えー、そ,ういうこそういうものを活用している人の存在を知りで、えー、どんな,こどんなその事業をですね えー、この三原でやってるかとい,うことをあいるかということを、いるかということを子どもの時に知るということは、えー、その人がです、ねえー、社会人になるということにおいても、まあ、非常に有用な体験であるというふうに私は考えています。まあ、そのような人材を排出し続ける、まあ、循環型地域産業を立ち上げて運営する。この地域型循 循環型地域産業というのは、先ほど言いましたけど、三原にある社会的共通資本ですね、これを活用すると。で、活用した結果、三原の社会的共通資本がどんどんと蓄積をされていくと。で、その蓄積された社会的共通資本。 これは情報と言い換えることができると思うんですけれども、その情報をうまく活用する、活用できる人を増やしていくということですね。で、この情報をうまく活用するということは、どんなことで実現できるかといいますと、それはお互いに共通の目的を持って行う共同作業だろうというふうに。 考えています、えーまあ、それはですね、えー、普通であれば会社に勤めるとですね、その会社には目的があって、その目的を達成するために一人一人に役割があり、で、その役割をまあ遂行することによって、会社の目的が達成され、それがあ経済的な収入、収益になり、その収益が配分されて、まあ、あのその 会社の社員の方々が給料を手にされるというのが、まあ、通常の、えー、共通目的を持った共同作業になります。で、まあ、そうすることによって、その会社の中にはですね、えー、その情報が蓄積しで、蓄積をした情報をうまく活用する、まあ、循環型のですね情報処理の仕組みが、まあ、自然とできてくる だろうというふうに私は想定しておりますで、えーっとまあ、もちろんですね、えー、三原で会社を起こすというのもあ,りあると思いますしかし先ほど冒頭に申し上げましたけど AI を使ってですね日常生活に必要な製品やサービスを生産するという体制がここあと5年あと1年すればですね ほぼできててくるだろうと想定しておりますでそうなったときに、えー、会社単位というよりはまずはですねこ私は個人事業主として、まあ、そういうその科学知識技術をうまく活用できるようになるでそういう人がですね、えー、三原では何人も、まあ、全ての三原の人がそれができるようになって、えー、それを活用し 三原の社会的共通資本を価値あるものに転換をして、で産業として、えー、持続させ、発展させているという社会が好ましいというふうに考えているので、まあ、そういう形の循環型地域産業を想定しております、これが我々は何をし,てしようとしているのかという部分になります。 次になぜそれが必要なのか、怖いですかそれは今の消費経済では三原の活力を高められないというふうに私が考えているからです。私がです、ね、子,供の子供時代にその過ごした三原は、えー、三菱重工、あと定陣、定人、東洋房で、あとは小野田セメント会社ですね。セメント会社があり。 そこの会社で働く人たちが、まあ、市民としていてで、その人たちが三原のあのでの、まあ、消費経済をです、ね、回していたという時代でした。ですから、まあ、定人通りや東町や本町、館町には、まあ、お店があって、ですねで、えー、そこで、えーまあ、経済活動、そこを中心とした経済活動、ですね、まあ、消費活動が行われていた しかし、まあ、そういう企業上呵事だった三原がですね、企業が撤退することによって、えー、地元の,その消費経済がですね、どん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 まあ縮小していくという時期を過ごしております。なので、えー、東町、屋形町、本町、あと、定人通りですかね、まあ、そういうところのお店でシャッターが閉まっているところもまあたくさん出てきています。でそれは まあ消費経済という,のも,いうものでは、三原の活力が高められないということだというふうに考えています。ですので、えーまあ、新しい企業を誘致するということも一つ考え方としてあるとは思うんですけれども、えー、っとそれよりもですね、私は地域として、地域で個人事業主としてやった、まあ、経済活動ができる人材を 育成して、えー、三原の活力を高めるとこれ、後ほどまたあ出てくるんですけれども、まあ、消費ではなくて想像ですね、消費ではなくて想像、えー、する経済というものを、まあ、三原での活力を高めるというところに、えー、うまくその、まあ、組み込みたいということで、まあ、それが、えー、なぜ、えー、必要かという理由になります。 で最後、まあ、成功の確認手段、サクスメジャーですが、今の社会システムと、双方的な次世代の社会システムが世界から認知されると。これは、三原発のグローバル産業のモデルが認知されるということです。で、今の社会システムというのはですね、えー、と昭和の時代、えー、大量生産、大量消費で、 日本の製造業がですね作ればものが売れると、まあ、そういうその時代にうまくあの機能していたシステムそれをまあ今の社会システムというふうに私は捉えていますでその社会システムはですね、えー、うまく日本社会に適応できなくなった事例としまして、まあ、バブルの崩壊があるというふうに私は 捉えていますバブルの崩壊はですねなぜ起きたかと言いますと、まあえー、国内的な事情国体的な状況から言えばですね、えー、日常生活に必要な製品やサービスというものがですね供給過多になっていたという状況ですねなので、えー、基本機能は同じなんだけれどもその基本機能にプラスアルファな機能ですね、えー、付加した製品 高く売るととといいうことが行われててたと記憶しております、うんまあ、でもそれがですね、えー、と結果的にはそのバブルの崩壊、その原因はアメリカの証券会社がです、ね、日本株を売り続けてで、買い支えができなかったと、日本の証券会社,会社がですね、その結果として起きたのがバブルの崩壊だというふうに私は認識をしています。でですので 日本国内の経済状況だけを見ていっては、日本の経済というものがうまくコントロールできない。日本以外の地域のです、ね、投資家が株式や、あと今は経営権株式を持つということは経営権になるので、企業の経営に対して影響を与える存在になっているので。 えー、そういうところからの影響もあの、まあ、コントロールしていかないと、日本国内の経済がうまくあの、まあ、安定稼働しづらい状況になっていますで。そういうところのです、ね、不安定さを、まあ、解消していくのが、まあ、総合的な時代の社会システムということになります。でそれは、えー、先ほどから言っている、消費ではなくて、創造ですね。 をしていくと個人が想像していくと。で、さらに、あのまあ、海外の経済状況がそのにそのどうですか、ね、敏感に反応しないその経済システム、社会システムですね。で、このベースは、私は食料とエネルギーの自給が一つありで、あとは、円、えー、はですね、まあ、国債を発行して市場供給をして、 でその国債の発行残高があの諸外国に比べて高いのが、まあ、日本なんですけれども、この高いということをですね諸外国の人たちがどういうふうに見ているかというところというのは、好、まあえー、意的に見てくれる人たちばかりではなくて、ですね日本がそういうふうにして経済を回しているということに関して、もしかしたら、 まあ心よく思っていないいいなな人たちがまあいるかもしれないとで例えばですね円高円安というその状況の変化というのはそういう日本がそういうこのようにして運営していることに関して快く思っていない人たちがまあ為替にか対して介入をかけてきてで日本経済がまあうまく回らないような状況を作っているの。 作っていいるという可能性はゼロですから、そういう状況を、そういう影響を受けないための貨幣、まあ、制度としては地域通貨があると思っています。ですから、その私が申し上げた今のです、ね、管理通貨制度の仕組みをあの理解をし、でそこに、 地域通貨を、ね、うまく組み合わせることによって、この今の社会システムと、双方的な次際の社会システムがです、ね、を作り上げて、でその円と地域通貨をうまくその組み合わせるその仕組みをです、ね、確立をしてで、こういう仕組みを持てば、 為替の変動の影響を受けることなく地域経済が安定稼働すると。で地域経済がです、ね、安定稼働するということは一つ、その日本社会においてはです、ね、リスクマネジメントになりますしでそれはあの世界経済においても、まあ、同じように三原が一つのモデルになっていろんなその地域でですね まあそういうことが実現可能になれば、ですね、まあ、世界にとっても、おかわせの変動が地域住民のリスクにはならないということになりますから、えーまあ、それは世界に対する一つの貢献になるだろうというふうに考えています。そういう状況があ起きるということが、えー、この成功の確認手段であるというふうに私は考えております。 で今ご説明をしたサクセスあのビジョンステートメントの内容を、まあ、短い言葉で表現をいくつかさせてもらいます。1つ目はです、ね、消費ではなく創造ですねで。次が活動の高性能化と小型化です。でこの高性能化と小型化に関してはです、ねえー、分かりやすく説明するとすると、例えば。 100人での会社がですね生産していたものを1人で生産してしまうということを1つの事例として挙げたいと思います。それはですねなぜそれが可能になるかと言いますと、専門的な知識をですね獲得しやすい状況があの今のま世界で起きているということですね。それは YouTube とかあ動画類ですね、動画類の中にあの専門知識をですね提供してくれるうー動画が数多くあります。ですから、あのまあ、多くの人がされていることだと思うんですけれども、えー、何かその例えば困った時ですね、困った時にまずネットで、えー、解決策を見つけ、自分自身でですねそれで解決できると思えば、 自自分自身で解決するとで調べてやってみたんだけどできそうにないというものに関しては、まあ、その専門家を探して専門家にお願いをするとでその専門家を探すというところもあ今はです、ね、も地元住所が近い人業者あの専門家ではなくあー遠,遠くにいる専門家だとしても、まあ、物をです、ね、宅急便で送り宅急便で送り返してもらうと。 いうことをすすれればまあ、それが可能になりますで製造自体もです、ね、自分が工場を持っていなくてもその設計図を持ち込めばそれを製造してくれるという会社はありますので、えー、要は分業体制です、ねえー、があるので100人での会社でやっていたことを一、まあ、人でやるということは、まあ、不可能ではないと。で それはまあ小型化にあたる部分ですねで高性能化というのはですね100人の会社である意思決定をすることを想定したときにいろいろその、まあ、合意をですね100人の中で形成するということが必要になってきます。ですからその早くです、ね、意思決定をすればどんどんとその事業が展開できるんだけれども その意思決定に時間がかかるために、まあ、事業の展開が遅れるということは100人の会社ではリスクになるだろうと。でもそれをですね意思決定そのものは一人ですべてをやってで、意思決定した結果としての行動ですね、実務の部分を自分ができるところは自分がやるけれども、まあ、自分ができないところは あのそれを任すことができる専門家に任せるということがあできるのであれば、まあえー、っとその専門家とその自分との間の意思疎通という作業が発生しますけど、まあ、それは100人の会社であったとしても、まあ、必要なことなので、えー、トータルで見れば、えーまあ、1人で意思決定してすべてのことがを動かすことができれば、 そっちの方がですね、まあ、早く目的とする、えー、目標が達成できると。そういう意味で、まあ、それを高性能化というふうに私は呼んでいます。まあ、そのように、えー、人間社会における活動の高性能化と小型化ということを、あのまあ、三原の社会的共通資本を使って、まあ、やっていくということですね。 で、三原の価値を三原が評価する。えーとですね、これはあの、うん、まあ、三原にいる人はですね、えー、それが当たり前なので、価値に気づきにくいんですけれども、でも、三原にもです、三原には、えー、三原だけでなくですね、えー、必ずその、うん、共通資本としての価値はあるというふうに、私は、 考えていますですから、三原の価値というものを価値があるものだというふうに三原が評価しない限り、三原で,ですね何か産業を起こすということは難しいだろうというふうに考えています。ですから、三原自身が三原の価値を評価できるようになるということが、このグローバル産業を立ち上げていくでまで必要な変化になっていくと。 でそ,れをすそれを起こすための一つのトリプロジェクトとしての、まあ、グローバル産業という位置づけですね。でそういうふうに考えています。で、えー、循環型地域産業による人材育成。えーまあ、循環型地域産業は先ほどもご説明をしましたけれども、三原の社会的共通資本を、まあ、人材がですね、うまく活用して、まあ、自分の目,目標を達成すると。 でその目標を達成する過程で行った共同作業とか、あとは、えー、意思決定とか、あとは、まあ、専門業者です、ね、に任せて委託して実行したこと、してもらったことというものが、まあ、情報として地域に蓄積をされ、それがまたあ地域の社会的共通事情になっていくと。す、えー、まあ 自己再帰的ですね。三原という地域が自己再帰的に、えー、産業を発展させていくと。ね、そ,れはそれには三原,の三原に、まあ、で生まれ育つ人の人材育成を伴っているということになります。でえー、先ほどまでのスライドで、えー、機能に関する えー、枠組みをご説明さし上げました。で、えー、このスライドは、えー、構造ですね、えー。枠組みの構造について、えー、説明するスライドとなっております。で、えー、ここに示しているのは、ミラハー発グローバル産業の概念の関連図になります。で、ここでですね、その、まずその、 ご理解をしていただきたいのはですね、えーと、今の社会システムから次世代の社会システムへということが、一番上の1行と一番下の1行に示されています。でこれはですね、えーまあ、どちらが先かというのはあるんですけれども、私の思いとして、えー、重要なのは、えー、下の大人の時間で回る社会から子どもの時間で回る社会。 でえこういう社会がですね、上の物欲と主役で駆動する社会から、リコとリタが同時に駆動する社会への転換を促し、えー、そのもうイネーブラーですね、イネーブラーというのは、あそ,れその実現、それを可能にするものという意味なんですけれども、まあ、イネーブラーになると。え子どもの時にですね、まあ、自分を愛し、他者を愛するという。 感覚をです、ねえー、持ち、えー、その感覚を持ちながら、まあ、自分が人間関係を作りそれを発展させていくということがあの、まあ、楽しみ自分の楽しみであり、まあ、自分が夢中になれることであり、えー、自分がです、ねえー、誰かに貢献する社会に貢献する人類に貢献する 一つの手段であるというふうに思えるかどうかということが一番上の物欲と支配欲で駆動する社会からリコとリタが同時に駆動する社会に転換できるかということの鍵になるというふうに私は考えています。ですからこの三原発グローバル産業の重要なポイント 中核的概念として最初に掲げるのは上下の一行ですね大人の時間で回る社会から子どもの時間で回る社会でそれが物欲と支配欲で駆動する社会から育とリタが同時に駆動する社会への転換を可能にするというふうに考えますで下から順番にこの概念関連図を説明します えー、大人の時間で回る社会から子どもの時間で回る社会の上にあるのが文化と文明ですねで文化というものは目に見えないものでの文明は目に見えるものだというふうに私はあの区別をしております文化というのはですからそこに住んでいる人が、えーまあ、なんとなくどうしてかわからないんだけど、まあ、何か行動を起こす時にまあ いいとか悪いとかということを、まあ、判断するための,あの、まあ、感覚になってるだ感覚なのでだから一人一人違っている可能性はありますしで感覚は同じだとしてもです、ね、同じ状況になった時にいい悪いを判断した結果も異なるかもしれませんでも、まあ、文化というものはそういうものだろうというふうに私は考えています で文明はですね目に見えるもの。で分かりやすい、えー、例えば道具ですね。えー、例えば、まあ、コンピューターというのは今誰もがですね、えー、使っている道具だと思いますけれどもその、えー、コンピューターは、えー、と文明をの歴史をです、ね、あの理解する上で非常に重要な 道具になるというふうに考えています。で、機械学習がですね、えー、実現をして、で、えー、っと、まあ、文章の分析や、あとは、えー、っと、物体の認識ですね、カメラを使った物体の認識は、えー、っと、まあ、人をしのぐぐらいになっていると。で、完全情報ゲームですね、えー、ボードゲーム、チェスとか、 えー、将棋とか囲碁。両者がですね、対戦相手がお互いに現状を、えー、完全に共有できると。で、えー、そのボードゲームのルールもあの、まあ、完全に理解をしていると。そういうその、えっと、勝敗ですね、ボードゲームの勝敗の定義があり、 で、えー、一つ一つの駒とかあの、まあ、碁の石ですね。が、何を意味するかということが決められている。そういう、えー、完全情報ゲームにおいては、えー、機械学習、まあ、ディープラーニングがですね、えー、自己学習をして、人間の名人に勝つレベル2まで、 今、人工知能は進歩しています。で、私はですね、この人工知能に関しましては、私と同じように考えられる人工知能をですね、昔、製薬会社で新薬開発をやってた時1970年頃だっなんですけれども、その頃ですね、私と同じように考えられる人工知能があれば、新薬開発がはかどるなと思ったので、 えー、どうすればそれができるかということを、まあ、考えた時期があるんですね。で、その時の結論は、まず、えー、マシンパワーと,あとアルゴリズムですね、どちらも、まあ、それを可能にするような、えー、技術がなかったというのが一つの結論と、でその以前にです、ね、私自身が、まあ、そういう技術が常に存在していたとしても、まあ、プログラマーに対してですね、 とどういう仕様の人工知能を作ってくださいというふうに言えるかというふうに考えたとき私はですねその仕様をプログラマーに説明できないことに気づいたんですね。ですから私は1990年から、まあ、自分と同じように考えられる人工知能はどんな情報処理をつそのプログラミングすれば実現できるのかということを考え続け で2019年ですね、次世代の人工知能とその開発エコシステムという論文をまとめ、第12回汎用人工知能研究会で発表しました。で、そこからですね、私と同じように考える人工知能にはたった一つの行動原理、プリンシプルを実装をしないとできないなとかですね、人は意識と呼んでいる存在を定義して、その定義を その,コンピューあの人工知能の中に組み込まないとできないなというふうに考え、ほぼです、ね、この2つは、えーっとまあ、概念的にはクリアできたというふうに、えーえー、自己評価をしておりますので、あとですね、まあ、天才数学者、えー、行列の魔術師と私はあ んんでるんでるすけどもその天才数学者を見つけ、あと天才プログラマーを見つけることができれば、2025年までにです、ね、私がと同じように考える人工知能というものを介護、医療、教育で社会実装できるんじゃないのかなというふうに考えております。ですから、もしです、ね、私が想定している、まあ、実際の人工知能が 2025年に製品化できたとすると、多分それから先、えー、日常生活に必要な製品やサービスは自動生産できるようになるというふうに想定しております。でこれがまあ文化と文明ですね。で 三原にはですからその三原の社会的共通資本としての文化と文明があります。で、それは、えー、まあ、三原で活動すされる方がですね、何を目標としているかによって、えー、活用する文化や文明は異なると思います。でも、えー、活用できる文化や文明というのは三原にはあるし。で、えー まあ、一人一人自分の目標を達成するということに、えー、活用できそうだなというふうに気づいたものからですね、それを使ってみて、で、自分の目標達成に邁進するということがあのできると思っています。で、私がですね、えー、私のアイデアでグローバル産業を起こすとしたときに、 何をです、ね、軸にするかというと、2つ軸があります。1つ目は究極の薬ですね。えー、私は薬剤薬学部の学校を卒業し、薬剤師なんですけれども、えー、私の薬剤師のです、ね、能力というのは、主に新薬開発型の製薬会社で新薬開発であり、PMS というです、ね、医薬品の安全性情報を、えー 収集して医療現場に情報提供をするという仕事と、品質保障というですね、えー、塩野義の工場、塩野義が委託して医薬品を製造していただいている工場で作る、作っていただいている医薬品の品質がですね、保たれていると、使用供給した後も保たれているということを、 保証すするという仕事ですね。それを工場の中ではなくて、本社の機能として実行するというのが品質保証の仕事でした。で、私は結果的にですね、あの新薬、医薬品の研究開発から製造販売までの、えーとまあ、専門部署の仕事のを、まあ えー、仕事を経験することができて、それぞれの、まあ、部署で、えー、仕事のマニュアルですね、仕事のマニュアルの作成とメンテナンス、あとはコンピューターシステムの導入ですね、それをやりました。なので、私はですね、まあ、そ新薬開発型の製薬会社におけるデータマネジメントに、まあ、精通しているというふうに自己評価しています。 でまあ、新薬開発をやっていたときに、まあ、究極の薬って何だろうというふうに考え続けました。でそれは、えー、っと人はです、ね、誰しも自分の健康にはすごく関心を持たれていてです、ねでまあ、日常健康なあの時間を過ごしたいという欲求を、まあ、誰もが持ってらっしゃいます。でそれは、まあ、自分のう体の調子が悪くなったときに病院に行ってです、ね、診察を受けて、まあ、お薬をいただいて、 お薬を飲んで治すということが、まあ、一つの,あの健康を維持するという時に起きている、まあ、日常なんですけれども,もうその究極の薬というのが私にとってはもうあの深夜開発をやっている時からテーマでしてでその究極の薬のです、ね、具体的な形というのは私が製薬会社で扱っていた注射剤とか湿布とか あとは点鼻薬とか点眼薬とかですねカプセル剤とか錠剤という、まあ、あの有効成分を含んでいるその、まあ、病院で処方していただく薬にとどまらずですね、えー、一人一人がその人が自分の健康を維持するために、えー、最もあの適した薬を 最適な薬、薬というのは概念として捉えていただいたらいいと思うんですけど、薬って何だろうというところをずっと探求し続けてますので、それをですね具体的な製品もしくはサービスにしたいと考えています。ですので、まあ、三原でですね製薬会社のようなものを皆さんと一緒にですね立ち上げるということも、もしかしたら、 これから先起き,起きてくることなのかなというふうに考えています。で、もう一つがですね、次世代の社会システム。それは大量生産、大量消費の中でうまく機能していた、えー、社会システムですね。それは先ほども言いましたけ管理通貨制度をによって、えー、が金融システムとし、で資本家が会社をを、まあ、に対して投資をして、 で会社を経営することによって市場に、えー、製品、サービスを供給し、でその市場で、えー、必要なあ製品やサービスを購入するという消費活動が行われたというあの社会システムですね。でそれは物質がです、ね、あの十分に行き渡るまではその社会システムってうまく回るんですけども、まあ、繰り返しますけど、それが充足された あの社会ではですね、例えばお金がお金を生むという株式市場がありますけれども、それはですね、経済活動を不安定にする一つの原因にもなってますね。それは大量に資金を持っている人たちが、景気はです、ね、意図的に循環操作が行われているという視点があります。で、そういうことがですね、まあ、やりやすいあの状況が かそのもう供給過多な状況になった社会システムの中では、まあ、起きてるというふうに私は想定、えーまあ、推論しています。で実際で、ね、そのそういうふうにおっしゃってる専門家の方もいらっしゃいます。だから、えーまあ、私はですねその 物が充足してきたら、まあ、株式市場って社会にとって必要なのかなというふうにまあ考えています。ですから、えーとまあ、そこはです、ね、いろんな方の意見があるので、いろんな方の意見をお聞きしながら、その人がじゃあそれに対してどう対応したらいいとお考えなのかというお考えをお聞きしながらですね、えー、双方的ですね。えーえー どちらかだ一方だけではなくて、えー、その社会システムが必要な場面では、その社会システムは残すけれども、その社会システムはですね、のままでは社会を不安定にしてしまうという状況が起きてるんであれば、えー、そこをその安定稼働させるための、まあ、次世代の社会システムを、まあ、三原からですね、あのモデルを作り、 立ち上げていいきたいなとでこれは、えー、っとさっき出ましたけどデータマネジメントという手法がこの次世代の社会システムのあですか、ねえー、基本になると考えていますその。いろんなところで活動されるしていることが、まあ、情報として共有されればですね その情共有した情報から、えー、社会課題を解決するその、まあ、アイデアを持つことができるだろうと。でもちろんこれは、えーっとまあ、誰かから何かを搾取するという目的ではなくて、リコとリタ,をリコとリタが同時に駆動するう社会を回すためのシステムだというふうに理解してください。 でこの実際の社会システムに関しては、個人情報はその人の財産として扱うということがをしていきたいというふうに考えています。今は消費者がその何を購買したかというデータというのは、えー、購買を、あその企業側の情報として管理されているんですけれども、それは本来、えー、その購入した人の情報じゃないでしょうかということですね。 ですから、それはその何を購入したかというのは、その個人の財産として扱うという流れをあの三原から作っていきたいなというふうに考えています。で、この私がプランをして実行するとすると、この2つがですね、三原つのグローバル産業の1つのモデルになります。 でえー、この2つをうまく組み合わせたグローバル産業として実際に運営し、えーまあ、三原以外の地域に展開していく時の具体的なです、ね、手段は共に育むという意味の教育と、えー、一つ一つに目的があり有機の期間期限,が決め期,あ期限が決められた共同作業プロジェクトになると 想定しています、ね、このプロジェクトはですね、えー、いわゆるその専門家、それを実実そのもプロジェクトの目標を達成するために、えー、専門家が集まりで共同作業をするわけですけれども、まあ、そこでですね、えー、っと情報交換が行われるわけですね。 そうすると専門家間での情報交換が行われそこで先ほどの循環型の産業地域産業の実態がそこにあるということになりますでこのプロジェクトはその循環型地域産業の実態でありでそのプロジェクトに参加した人はその人の体験としてですね えー、その後のその人の専門性を高めると、まあ、磨いていくということの,、まあ、あの実践の場になるということですね。で、えー、このプロジェクトでですね、をやはり、えー、IT を導入して、いろんなプロジェクトがですね、このグローバル産業の中で行われたとしても、えー、そのグローバル産業の中で、一つ一つのプロジェクトで、 で実施されたことというのがその後のプロジェクトに役立つようなデータマネジメントを、まあ、していくということを想定しています。ともに育む教育というのは三原における義務教育も含めて、えー、考えています。えーまあ、どんな人材を育成するかというよりは その人がどんな人になりたいかっていうことをあの最初のポイントに、えー、しています。えつまり、えー、三原における就学前からの共に育む教育システムというのは、一人一人がですね、自分がどんな人になりたいかということを、まあ、自分の言葉で語れると。 いうところが、えー、第一段階のですね、と、え、も、ー、に育む教育の目標として、えー、設定します。で、どんな人になりたいかっていうのがまずあって、で本人がですね、その人,いう人になるために、えー、自分はどんな科学知識技術が必要かということをあの自分で答えを持てるようになる。 それが第2段階になりますで来ればですね、えー、もう本人はそのなりたい自分になるために、必要な科学知識技術をまあ獲得するという行動に出るので、その時にですね、その場が、そういう場がどこにあるかということをまあ自分で見つけられるようになる。で、自分で見つけられるようになるまでの過程には、やはりそこには、 大人や、そのそういうことの専門家のサポートが必要だと思いますので、そういうものを地域の中で持てるようにすると、つながるようにしていくということになります。で、えー、そのようにして、えーまあ、この地域で義務教育を受けている間に、えー、何らかの専門家としての自覚がですね、一人一人の生徒さんの中で、 まあ芽生えてくるとで、えー、じゃあそれを具体、それをまあ、だから最初はね、遊び感覚でいいと思う。遊び感覚でそういうことを始めて、で、えー、その遊び感覚で始めたことから、自分が何を学んでいくかということに関する意思決定ができて、で、学んだ先には、まあ、やはり貢献っていうことを人は持つというのが、僕は、 成長の過程で起きるものだというふうに考えているので,で、じゃあその自分があの学んで身につけた専門性でを使って、誰にどんな貢献をするかというところまで学校教育、学校教育というのはフリースクールも含めてですね公的な教育機関が,がマッチしている生徒さんは公的な教育機関。 でそこがもしです、ねえー、マッチしていない生徒さんだとするとそれはフリースクールのほうですることをあの獲得そういう能力を獲得するということですね。で、えー、っと私自身は、えー、公的な教育機関とフリースクールとの境界、ね、はあの、まあ、なくなってもいいんじゃないかなっていうふうにう思っています。 でそれはこれまでもですね、えー、っと不登校の問題で、えー、の解決策として出ているバウチャー制ですね、バウチャー制をあの取り入れれば、経済的な部分の,あのサポートは、えー、生徒さん本人がどちらを選択するかというところで、えー、決まってくるので、えーまあ、そういうふうなあの運営の仕方も一つの あのやり方としては想定をしていますなのでまあ、えー、っと自主課題を用いて自分で何らかの専門家になるということをあのもう社会に出る前に体験をしで、えー、その一つの成果をですね発信する手段として、まあ、動画を作っていくでこ,この私がですねこうスライドを作って えー、皆さんにお話ししている内容も社会開発の専門家として、えーまあ、私がこれからやろうとしていることに関する情報発信をして、まあ、仲間を集めていくというところに、えー、この動画を活用していくつもりで作っているですから同じように、えー、学校ですね、えー、社会人になるまでに、えー、こういう活動までできるように、えー なっていくとそれを、まあ、地域の大人がサポートしていくということがここのグローバル産業を具体的に持続可能なものにしで世界に向けて展開していくう、まあ、今日一つの有力な手段ですね。でこの教育システムもいいシステムをですね えー、三原のグローバル産業の中で組むことができればこの教育システム単体でですね、えー、一つの,あの経済的な価値をですね三原にもたらす手段になるだろうというふうに私は想定をしていますでこういうふうな、えー、概念の関連のとで、えー まあ物欲と支配欲で駆動する社会からリコとリタが同時に駆動する社会に見晴らからなっていくということですね。物質で、えー、が満たされてくるとですね、えー、次の課題は人類の物欲と支配欲をどういうふうにしてコントロールするかということになるだろうと想定しています。私には COVID-19 のパンデミックが起きてから以降ですね、起きているそのワクチンにまつわるいろんな現象ですね、とか、ロシアがウクライナに侵攻したという、まあ、事実もですね、物力と支配力で駆動する社会システムがあのバックグラウンドになっているという視点を。 持っていますですから、えー、ここをですねあの段階的に転換していかないと、えー、っと三原で一生懸命ですね、えー、グローバル産業育成をしで、三原の中でうまく回していたとしても、その三原の外で起きていることですね、が、まあ、三原のでの日常生活のに影響を及ぼすと。 とといいいいううううことにに、えー、なっててしままのは避けがたいというふうに考えていますですから、えーまあえー、この動画以降で詳しくは詳しいその戦略というものをお話しさせていただきますけれども、うん、やはり三原として、えー、食料とエネルギーを自給できるような体制を作れればですね 非常にこの構想というのが前に進めやすくなるなというふうに考えています。で、このミラー発ですね、グローバル産業の枠組みの最後の一枚なんですけれども、こういう産業をですね、起こしていく目的というのは、一人一人の人が、 豊かな時間を過ごせる社会にしていいくととうことです私がです、ね、子どもの頃の父親は残業と休日出勤で本当に一生懸命働いてくれましたで生活費を稼いでいただいて私はまあ高校行き大学をまで行くことができてで結果的にですね、まあ、製薬会社で新薬会社という非常にまあエキサイティングな体験をさせていただくことができました。 で忙しいから貧しい時間かといえばあ私は新薬開発ですごい忙しい思いをしていて、まあ、人工知能が欲しいと思うぐらい忙しい、えー、時間を過ごしたんですけれどもでもそれは私にとって豊かな時間でしただから忙しいからその貧しい時間かというと、まあ、そうではないというふうに私は私の体験から考えていますそれは その時間がですね私にとってどういう時間だったかということが非常に重要なポイントになります。ですからどんな状況になったとしてもその人にとって豊かな時間を過ごせる、まあ、そういう社会にこの三原からですねできていけたらいいなというふうに 思っていますぜひですね、この動画を見ていただいた方からのダイレクトのメッセージをお待ちしております。ではですね、本日の動画はこれにて終了させていただきます。それではご清聴どうもありがとうございました。